ポンポコ今日お話しさせていただくのは私一人旅をするのが好きで生まれて初めての一人旅は奈良県だったんですよそれがきっかけもあり奈良が大好きで今でも定期的によく行くんです 奈良の中でも有名な奈良公園というところには野生の鹿がたくさんいるんですけどあの鹿たち神の使いの鹿神に鹿神禄と呼ばれていて大事に保護されながらあそこにいるんですその鹿たちが何回行っても飽きないくらい可愛いんです 最近テレビのニュースを見ていたら観光客がぱったりと来なくなったらしく鹿たちがいつも旅行客からたくさんもらえていたはずの鹿せんべいが急にもらえなくなったもんですからとてもお腹を空かしているとのことそれを見てふと久しぶりに鹿に会いたいなと思って平日に日帰りで鹿せんべいをあげに行ったんですよ いつも通りおばちゃんから鹿せんべいを買っていつもは150円分ぐらい買って終わるんですけどみんなお腹空いてるだろうなーと思って奮発して初めて2000円分も買っちゃったんです <laughs> そしたらおばちゃんが「そんなにあげてくれるんかいサービスサービス」と言ってナイロン袋に割れたジャンク品的な鹿せんべいをたっぷり2袋もくれたんですねこれはあげ放題だ 楽しいぞ、1、2時間は満喫できるな。と、意気込んで、いざ鹿のところへ行くと、相当皆さんお腹が空いていらっしゃったんですね。匂いだけでドン引きするぐらいの鹿の群れが、どん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 襲ってきたんですよ。私、なんで、 本気で食われると思いました両手のナイロン袋に噛みついてくるは、カバンに噛みついてくるわでもう怖すぎて持っているナイロン袋を逆さまにしてバーッと下に落として逃げようとしたんです。 ナイロン袋は鹿は消化できないからあげちゃダメと事前に注意されていたので必死に噛みついてくる鹿から袋を取り上げてその袋をズボンのポケットに入れてその場を離れようとしたんですけどポケットから袋の匂いがするもんですから何匹もの鹿が私のズボンを引っ張ってくるんですよ。 その日たまたまウエストがゴムのタイプのズボンを履いていてもう私は下がらないように必死に抑えるんですけど野生の力の前には虚なしく脱がされちゃったんですねつまりパンツです周りを必死に見渡して幸い平日で観光客も誰もいなかったのでズボンを下がったままもう無我夢中で気にせずとにかく群れから逃げることを最優先で何とか逃れてふぅ とズボンをあげたんですねいやー神の使いの鹿 <laughs> ここ最近で一番怖かったですね皆さんもくれぐれも今の奈良の鹿にはお気をつけください <laughs> なんだその顔は <laughs>